えー、皆様、こんにちは、えー。よろしくお願いいたします、えー。約20分間のショートセッションとなります。えー、今回、えーと、渋谷のお土産を考える。 というテーマで今回に関しましてあの文化服装学院生を招待してこのセッション20分させていただきますまずあの自己紹介から簡単にできればなと思いますので皆様順番に自己紹介をお願いいたしますあまずはあのすみません私はじめにですねと文化服装学院であの非常勤講師をしております中田と申します本日はよろしくお願いいたします。 渋の産業観光文化部で部長しております宮本明子と申します今日よろしくお願いいたします渋谷区観光協会で広報担当してます西と申しますよろしくお願いします文化服装学院の福井です入星です大場ですよろしくお願いいたします 初めての、えー、人生初の登壇なのでちょっと緊張してますので温かく拍手なども、えー、いただきながら進められばなと思いますではあのー、どんなセッションになるかというところをまず最初簡単にスライドでお伝えさせていただければと思います切り替えの方お願いいたします、はい、あのズバリ渋谷区のお土産を考えるというテーマになるんですけれどもまず最初にあのぜひ皆様にちょっとあの問いを1つ、あのー、投げさせていただきたいなと思います。 え皆様、渋谷のお土産をぜひ今、1つ思い浮かべてみてください、5秒ぐらいでですね、はいあのー、まさにこの渋谷のお土産とは何であるか、象徴するものが1つであるべきなのか、複数あるべきなのか、そもそもお土産って何だっていうところを、このプログラム、セッションでは、この渋谷のお土産を生み出すことを目指して、ですね3つポイントがございます。 あの先ほど写真であのございました通り20名の文化服装学院生でですね7チームで企画を渋谷のお土産とはという企画をプランニングをしましたこれが非常に長い期間をかけてプランニングして今日を迎えております5か月かけてですねそのお土産だけではなくてまさに新規事業のように新規企画として立案してでさらに文化服装学院生のユニークなところだなと今日は。 ございますがサンプルも作って、えー、まいりましたとで本日、えー、3名の方がですね、えー、その7チームの中で対象を取ったチームが、えー、このセッションに参加しておりますので、えー、まず、えー、この今渋谷のサンダルがございますがここに関しまして是非、えー、プレゼンをさせていただきましてその後質疑応答ディスカッションというようなセッションにしたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 じゃあ早速、えー、マイクを持ってプレゼンを僕スライドめくるのであの息合わせていきましょう、はいはい、簡単に私たちから企画の説明をさせていただきます今回考えた企画は渋渋谷サンダル略して渋さんですこの企画はベースとなるオリジナルのサンダルに加えて企業やブランドとコラボしたカスタマイズのパーツを販売するという企画ですで様々なパーツを えっと販売することで、自分好みのサンダルを作ることができます。なので、ファッションの街渋谷を楽しんでもらうというだけでなくて、渋谷の街に実際に来てお買い物をしてもらうというきっかけにつながります。で、また、この企画はこの下のこの下の図のように先にサンダルを知ってから。 カスタマイズのパーツを買うためにお店に行ってもらう渋谷でお買い物をしてもらうというパターンと自分の好きなお店でパーツを見てそれをきっかけで渋さんを知ってもらうというこの2つの入り口があるということがこの企画の特徴ですでこれによってより多くの人に渋谷のお土産を知ってもらえるのではないかなという企画になっています次の写真が今回制作したサンプルの画像です このパターンのサンダルは上のえっにアフリカのアフリカンテキスタイルのクラウディというブランドが渋谷の宮下パークにあるんですけれどもそのブランドの生地を使ってパーツを作っているサンダルになっています他にもこのサンダルはファッションブランド以外ともコラボができるっていうのもポイントになっていて次の写真だと渋谷のハチ公だったり渋谷の建物 ととかコラボができたりあとその次の写真のように飲食店など業種を問わずにさまざまなお店とコラボができるのでファッションのお店に限らずにたくさんのお店とコラボして渋谷のお店を知ってもらうことができるっていうのもこの企画のポイントです。 次に足元がコンテンテツととししてててて成り立っいいいいいる例についてお話しさせたただきたいと思います足元クラブというインスタのアカウントに3.8万人のフォロワーがいたりだったり足元コーデまとめというコーデに何万件もいいねがついていたりだったりあとは足元に関するハッシュタグが300万件以上あったりだったりっていう風に足元っていうのが一つのコンテンツとして成り立っている。 とといいうことがよくわかるかるなと思いますまた私の身近な友達とかでも本当に3枚に1枚の投稿足元の投稿をしていたりっていう風な子も多くて実際にリアルで足元っていうのが一つのコンテンツとして成り立っているなと実感していますでこのようにストーリーだったり投稿とかでこう渋さんを発信することで 身近な人が使っていていいものってやっぱり欲しくなるっていうのが一番プロモーションになるかなと思うので渋谷民からのこういった発信がプロモーションになってどんどんこうバズっていくような広がりが作れたら一番いいいかなと思っています渋谷をより他の都市と差別化するファッションと渋谷の結びつきをより強くする。 お土産を通したコミュニケーションを促すこの3点が今回私たちが掲げたゴールビジョンになります渋谷のショップや商業施設お店に訪れるきっかけ作りになったりあとはサンダルのパーツを買ったりとかこのサンダルかわいいねどこで買ったのみたいな 感じでこう話になって、それがコミュニティになって、どんどん広がっていくような。システムが渋さんで作れたらいいなと思って、今回企画しました。こちらが、私たちの企画の概要になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ナイス、プレゼンテーション。<laughs> お疲れ様でした。はい。あの、こういった企画を、あの、まさに対象を取った、えっと、参加方。で、実際、あの、三人ともですね。 え渋谷でバイトを今もしている3人でございますのでぜひ、のその特性のある3人ですのでここからはあのフリートークというか質疑応答していけたらなと思いますのでぜひ、スライドの中で気になったところなどご質問いただければなと思いますプレゼンテーションありがとうございましたなんか緊張してるって伺ってたんですけど全然緊張見えない素晴らしいプレゼンで感動しましたありがとうございます。 あのちょっと質問なんですけれどもあのこれをきっかけにコミュニケーションが生まれるっていうことだったんですけれどあのわ皆さんの周りのお友達とかってお店の人とコミュニケーションを取るのって楽しいと思うのかなとかっていうのはちょっと質問だったんですけれど、はい、どうでしょうか。 私とか結構私のクラスはやっぱり文化服装学園ファッションが好きな人が多いので店員さんとコミュニケーションをとることが結構好きな方とか割とファッションを通してコミュニケーションをする人が多いんじゃないかなと感じますでも私はアパ,レルで3人アパレルでアルバイトしてるんですけれども店頭に立っているとやっぱり話しかけられるのが嫌な方とか。<laughs> 苦手な方とかあんまり答えが返ってこない方とかもいらっしゃるのでやっぱりなんか一般の方というかこう広い範囲で見るとこうコミュニケーションをとることにちょっと抵抗がある方とかもいるのかなと思うのでなんかお土産とかこう一個ツールがあるとそれがコミュニケーションのきっかけ,きっかけというか話しやすくはなるのかなと思います。 なんかネタがあるとスムーズに会話できるってありますよね。はい、ありがとうございます。二様もぜひ。はい、ありがとうございました。あのお土産って聞くとこう一つうもう商品ができてっていうのがあるんですけど、今回はカスタムできるっていうので、なんか来た人があのいろいろこう自分たちなりのデザインのものを作れるっていうのをすごい面白いなっていうのと。 やっぱ渋谷って多様性とかっていうのがキーワードになってくるのですごい面白いなというふうに思った中でえっと若い方とかえっと今皆さんと同い年ぐらいの方々も対象なんだろうなとは思ったんですけどやっぱこう渋谷って海外の方も多かったりするのでそういう方は対象になっているのか今回はこう来外する日本の国内の方向けのお土産なのかっていうところをちょっとお伺いできたらなと思いました。 私が今、宮下パークでバイトをさせていただいていてやっぱり本当にインバウンドのお客さんが今、どんどん増えていて本当、半分インバウンドなんじゃないかぐらいの勢いなんですけど今回、私たちもそのインバウンドっていうところもちゃんと考えて企画を進めさせていただいていてあのもちろんショップにパーツを買いに行ったりとかっていう流れはもちろん1つある上でプラスで ポップアップスペースみたいな感じで渋谷のサンダルを作れる場所っていうのを作ることであのそこに観光名所みたいなイメージで外国の方も来ていただければいいなと思いますしなんならもうそこで袋を開けて履いてもらってそのまま街に繰り出してもらってそれを見た人がまたあれって何なん,なんやろうって思ってもらえるようなこう仕組みができたらいいなと考えています。はい ありがとうございますあの結構、渋谷はやっぱり体験コンテンツっていうのもあの増えていったらいいなというふうに思ったのでそういうワークショップとかあのポップアップショップで自分なりにこうその場で作れるっていうのもそこでまたコミュニケーションも生まれると思うのでいいなというふうに僕もちょっと1つあのこのチームですごいユニークだなと思ったのが。 お土産なので基本的に商品のプロダクトを試行して考えるのかなと思ったらどっちかというとあのコミュニケーションデザインというかあのっていうプレゼンが結構面白いと思ったんですけどもやっぱり聞いてからこう私の友達は3回に1回は足元を取ってるんですっていうのは僕からすると「へえ!」っていう感じあのだなと思うんですけど実際渋谷区の SNS とか投稿との親和性って結構ユニークなんか特徴って感じられますか 多いなんか個人的には渋谷区で SNS 写真をアップしている人はすごい多いだろうなという感覚があるんですけれども他の都市よりもそうですねなのでそういうので見ていくとどうしてもやっぱ八甲とかスクランブル交差点とかそういうのをすごく私たちも観光とかっていう目線だと見てしまうのであの結構、この足元というのは正直、私は検索したことなかったので目の付けどころがやっぱり皆さん違うなと思って。 それでこのサンダルっていうところすごいいい面白いなと思いましたなるほどそもそもなんで足元で行こうってなんか思ったきっかけってかかあった感じですかきっかけは初めの話し合いの時に私3人ともいろんな靴を履くんですけど靴ずれがやっぱすごい多かったりだとかあとは渋谷ってふらっと来る人もいれば。 こうすごいおしゃれして行くぞって方もいるし観光の方外国から来るいろんな人が集まるところでそこでなんか靴ずれだったりとかこうトラブルがあった時にふらっと買えるなんか靴ってないよねっていう話になってでもなんかまあ私たちファッションが好きなので100円ショップとかで買って12回で履けなくなってしまうものは。 うんだしすごい高すぎるのもちょっと違うのかなと思ってそこでじゃあ,あえてフラット履いてどこへでも生きるキャッチーな渋さんっていうのはどうかなっていうのが今回の、えっと、テーマのきっかけです。私あのすごいあの聞いていいのかなと思ってたんですけどなんでふわふわしてるのかなと思ってたらあれなんですね口靴,靴ずれ対応そう,そういうことなんですか それもありますやっぱりなんか男性、女性問わず靴によってすごいなんか足が痛いだけで楽しめなくなってしまうことが経験もあったのでだからサンダルで,で冬だったら今だったら靴下とかと合わせてもおしゃれに履きこなせるのでふわっとした感じで提案しましまた結構ジェンダーレスとかそういうことも意識されてたんですか考えました。<laughs> でもなんかパーツが選べるので配色とかをコントロールすれば僕でも履けそうだなって感覚はありました。ミスさん何かその他聞きたいことがありますか。あじゃあそうですねちなみに僕あのこのところの写真がおしゃれだなと思ったんですけれども僕はもう40代近くの僕からするとサンダルであの長い靴下履くんだと思ったけどでも配色がおしゃれだなと思ったんですけれどもなんかもっともっとなんか。 足元サンダルっておしゃれに使いこなしていけんだなっていう感じがしたんですけれども結構皆様としてはサンダルに対してこうおしゃれさってどれぐらいこう求めてる感じですか,なんか中間プレゼンがあったんですけれどもその時にえっとサンダルってやっぱり季節ものだから夏なんじゃないのだったりとかどんな場面で履くのっていうコメントを。 あの渋谷未来デザインの方からいただきまして私たちの中でブラッシュアップした結果年中履ける。 っていうのでさっきのこのファーっていうのも出てきたんですけれどもやっぱり靴下と合わせて履いたりすることで年中履けるようになりますしサンダルがやっぱりこうビーチサンダルっていうイメージから今どんどんファッションのアイテムとしてまた若者に今人気がどんどん出てきてるっていうのを私たちは実感していたのでまあこういった感じであえて濃いめの靴下と合わせて。 今の季節でも違和感がないように、履いたりとかできるように。こう文化らしい。やっぱりスタイリングとかができればいいなと思って。いろいろ考えて写真撮影とかもしてみました。まあ、もう素晴らしいと思います。はい、本当に。すごいなと思います。いますはい。ありがとうございます。あともう一つ、あの、面白いなと思っているのが、ここのページなんですけれども。ここって、いわゆるこのサンダルのパーツ。 これをこういろんなお店に行って買えますよっていう提案でこうフラット入ったお店でパーツだけ売っていてこれなんだこれと思ったらこれサンダル用のっていう気づきの銅線とサンダル買った後にえここでも売ってんのみたいな,なんか両方の銅線の設計って結構個人的には目から鱗というかいいなと思ったんですけどこの発想でどうやって浮かべた感じなんですか閃いた感じかこれももも回フィードバックをららってからもう一度その青 見直している時にこう先生とかクラスで話しているときにこのパーツってどなんか企業とコラボできたらいいよねとかこの渋谷のお土産の目的がこう渋谷で買い物をしてもらうとかこう渋谷に来てもらうきっかけを作るっていうのが目的のお土産だったので,なんでそれをお店に行くことでそのお店に行くきっかけを作れるってなったらもっと楽しいよねっていうのが会話の中で出てきてこうなりました。ななるほどなるほほどど あそう考えるとなんかフィードバックで実際あの中間プレゼンで SIW の方々に来ていただいて全チームにフィードバックしていただいたんですけどさっきのなんかお話と今のお話も結構フィードバックが結構重要だったんだなっていうのはすごい感じなんですけどなんか最後あと3分ぐらいなんですがなんか渋谷区にお勤めの皆様からするとこういったお土産を一箇所で売るっていうよりはこういったなるべくいろいろ回遊してもらった方が 区としては、まあ、観光協会として求められているという方針に合致するんでしょうかあの渋谷ってやっぱり外から見るイメージってあのスクランブル交差点。 のイメージがすごい強いので、そこを通り過ぎたら終わりっていう風になっちゃうケースが多いんですけど、いかにこう坂を登ってもらうかっていうのがあのすごい大事だなと我々日頃から思ってます。で、多分インスタグラムとかを見て、この店に行ってちょっと渋さんアレンジしてみようみたいなことがあの海遊の施策になったらすごくあの成果として出てくるんじゃないかなと思っていて、まあ、なんかタグかなんかつけていただいてどういう風 動いてくれたかとかかなんかそんなのも次のコラボサンダルのこうなんかあの次のステップにどうやってつなげていくかなみたいなことも考えていただけると面白いかなと思いましたうん、うん、いわゆるセンサー的なデジタル DX 的な感じってことす、ね、<laughs> そうですね,いいですね次のステージで <laughs> なんかあの1回だけのコラボアレンジだけじゃなくて次につながるようなこととかもやっていただけるともっと広がるかなと思いました。あ,ありがとうございます 最後さんもぜひコメントいただければ、はい、あの宮本部長と同じくあのやっぱり八個公をってスクランブル交差点渡ってあ渋谷楽しかったって終わっちゃう観光が多かったりっていうのを私もよく話をするのであの渋谷区ってなると代官、まあ、山恵比寿から初代幡ヶ谷笹塚あのエリアとしてはすごく広いエリアがあるのであのそういうところも回遊の一つに入って。 こういろんな渋谷を楽しんでもらえたらいいなっていうのとそのパーツが選べるので例えばこうインフルエンサーの方とかとコラボしてあのその方が作ったやつを作るにはこう回らないと作れないとかでもその間にちょっと観光スポットも入れてもらってってなるとなかなかやっぱ観光マップを渡してスタンプラリあるから回ってねって言っても結構難しかったりするのでこういう最後自分の。 ものになるというかお土産になるものがもらえるっていう施策だとすごく面白いなと思ったのであの宮本部長もおっしゃっていただいた通りもうワンステップなんかあったらいいなありがとうございますじゃあ,あのお時間がちょうどまいりましたので最後あの締めのお言葉としてあのこれから頑張っていきたいなと思うこととか,なんか次の世代の子たちに伝えたいメッセージとかを一言最後いただいて終わりにできればなと思いますお願いします。 正直なんか私たちの世代20代とか学生って不安が少しはあると思うんですけどでも不安があるけどその自分の好きなこととか将来のやりたいことに向かってまあ学生だったら本当にチャンスとか助けてくれる方がたくさんいるのでこうなんか目の前にあるものを全力で取り組んでそれを次につなげていけるように。 頑張りながら、あの、なんか、それでも、なんか、大変なこともいいけど、ちゃんと楽しんで頑張っていきたいと思います。はい。あ、あと、あれです。あの、私たちの、この企画のブースが、後ろのすぐそこの。あの、ところにあるんですけど、他のチームの面白いデザインもたくさんあるので、ぜひ。立ち寄っていただけると嬉しいです。はい。ありがとうございます。では、皆様、あの、貴重なお時間、ありがとうございました。本当に、あの、貴重な機会、ありがとうございました。 拍手でお迎えくださいどうもお疲れ様でしたありがとうございました